今日はいつもね、猫の動画上げてる方の YouTube 見させてもらってるんですけど、たまにお料理作ったりしてるんですよ、その方。それを美味しそうだなっていつも思ってたんで、今日そのままね、真似して僕が作ってみました。まちゃん、美味しくできたかな。はい、作ったのがね、こちらです。これキャベツですね。次がね、こちら、これ人参と卵が入ってます。そしてこれですね、これね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、えのきですね。えのきの天ぷらになります。どうですか、美味しそうじゃないですか。このえのきの天ぷらがね、すごく楽しみです。下味がついてるんですけど、それがね、すごく楽しみなんですよ。じゃあ食べてみようかな。バイバーイ。